はい、ハルです。今回はですね、心を癒すために透明水彩で絵を描いていこうと思います。で、今回描いていくのはね、海の波を描いていくので、ぜひね、波描いてみたいけどよくわからんという人は参考にしていってください。使っていくのはアルシュっていう水彩紙と、安定のホルベインさんの固形水彩ですね。で、まずは水だけで下を塗ってあげて、その上からね、絵の具を置いていってあげます。絵の具はね、結構多くねっていうぐらいもうドバッと取っちゃって大丈夫です。で、一回下にね、水を引いてあげてるので、よりグラデーションがしやすくなります。で、濃い青から薄い青で、水色と黄色を混ぜてあげるとよりね、綺麗な感じになります。で、下半分は砂をね、表すために茶色とか橙色を使っていきます。で、次に海のね、あの水面の模様を描いていきます。ここはね、もう本当に適当というか、ポイントとしては崩れた丸をつなげてあげるような感じですね。なので、四角と丸の間みたいな模様を描いていってあげます。透明水彩はね、結構ゆっくり描く絵ですし、優しいね、色が多いので、割とね、疲れたら透明水彩に頼ることが多いですね。というのもね、最近、人生ね、うまくいかんなって思うことあると思うんですよね。で、私も、こんなに頑張ってるのにとかね、こんなに毎日やってるのに、あれうまくいかねえみたいなことがちょっとね、パパパッと続いたので、ああもうなんか透明水彩しようって思ってで、自分の好きな海加工みたいな感じでね、気温も暖かくなってきて、夏も近づいてきたということで、爽やかな絵をね、描いていこうと思います。はい。で、模様が一通り描けたら、上からね、薄く塗ってってあげます。こうすることで水面のね、模様っていうのがいい感じにね、透けてくれるので、水っぽさっていうのがね、より表現しやすくなるんですよね。ここのコツとしては、この水面を描いた時に完全に乾くまで待ってあげてください。中途半端に乾いてる状態で上からね、絵の具を足してしまうと、せっかく描いたこの模様がね、溶けて崩れてしまうんですよね。で、何も見えなくなっちゃって、またグラデーションにね、戻ってしまうので、それはもったいないので、乾くまで待つか、ドライヤー使ったりしてあげてもいいと思います。はい。で、最後に上からね、白のこう波がパシャンってなってるところを描いていくために、アクリルを使っていきます。もちろん透明水彩の白でも問題ないんですけど、私はね、このホワイトを結構がっつり見せてあげた方が、絵もね、はっきりして綺麗に見えると思うので、不透明水彩の白ですね、を使ってあげた方がいいかなと思います。今回はね、白すぎる白っていうホルウェインさんの絵の具なんですけど、これね、マジでおすすめです。スーパーオペークホワイトだっけな、もう圧倒的に白なんですよね。なので、めちゃめちゃ絵が綺麗になります。概要欄にリンク貼っておくので、よかったら見てみてください。そんな感じで完成です。最後にね、100均のスポイトを使ってパパパッと飛ばしてあげて、色とかをね、微調整して終わりっていう感じですね。ここまでありがとうございました。透明水彩ね、本当に心癒されるし、嫌なこととかね、気持ちとかをこうリセットして絵が描ける素敵な画材だと思うので、ぜひね、試してみてください。使ったものとかは全部概要欄に貼っておきます。じゃあ、画力上げていくために一緒に頑張っていきましょう。マジで。じゃあバイバイ。